ゃん。晩ご飯美味しかった？うま本出せよ。ね、美味しかったね。美味しいご飯毎日ありがとう。おかねえ、どうしてカメラが回ってるんでしょう、みーさん。実はね、みーちゃん今日はね、おやつがあるんだよ。デザート。デザートがあるんだよ。食後のデザートだよ、みーちゃん。何かしら。もしかして。あの、もらったっきり、まだ食べてなかった、あれかしら。なんでしょう、なんでしょう。ん？何かな。ねえ、おねがたガム。イエーイ、ユッキーさんからいただいた。ね、おねがたガムの。おねがたガム。そう、ようやく膀胱炎が治って、ね、多分もう大丈夫そうな様子なので。ちゃんたくさんあるよ。蓋がされてる。ね、お父さんが開けてくれてるよ。たくさんあるね。何個入り？40本。わーお、毎日食べても1ヶ月、毎日食べないけどね。大きい。で、大きいね。わーお、ね、うん、見して見して、すんごい大きい。ちょっと待って、ピントが合わないじゃん、みーちゃん。ヌルスタジオ。すんごい大きいね、これね。わーお、父さんからもらいなさい。ヤミちゃん、テーラテ、カメラマンのオートラマン。何、もうちょっと上手に。なんで同時にオートラマン。お手するのよ、あんた。はい、ダメラマンのオートラマンの。よし、じゃあエスペラテ、エスペラテ。すごい、中堅耳コーって感じ。よし、舐めて、自分で持つ？自分で持つ。これ何かしら。え、これゴンダンの歯磨きだっけ？あ、じゃあこれなんだっけ？これはね、骨型ガム。ちょっと説明書見せてる。これはね、そんななんか説明書ないんだけど。え、なんか。骨型ガムのミルクの皮も凍ってちゃった。みーちゃん、ちょっと、めっちゃ絞ってる。ちょっと、頭隠して尻隠さずですよ。食べてる？ゆっくり、ゆっくり食べなさい、ゆっくり。ゆっくり、ゆっくり、そうそうそう。そう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 、いい子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 。美味しい耳。うま本だ。ね、片本だすよ。こんななんかさ、旨味が。こんな長持ちするの初めてだよな、ね、耳にとって。ちゃん、よかったね。丸飲みしないでね。そうそう、それが一番危ないんだから。うん、うん、うん。これは丸飲みできるサイズじゃない。あ、めっちゃ、いいね、いいね。ミルクの香りだって。ぜひ。ね。あんたミルク大好きだもんね。さあや。天然牛皮って書いてある。牛川さん。牛川さんといえば。おー、すごいすごい。噛んでる噛んでる。いやー、これはよかった。ねえ。取らないよ。取らないからゆっくり噛みなさい。ね、長持ちしちゃうわ。ねえ、これ取られたら困るってね。いいね。嬉しそう。なんか犬らしくていいわ。嬉しそう。すごい。ちょっと飲み込めそうにない。この顔ですよ。これいいね。よかったね。めっちゃ噛んでる、ね。まだこんなに噛んでるの初めて見て。ねえ。ユッキーさんの狙い通りじゃん。なんか、前はさ、何だったっけ、あの黒いのなんて言うんだっけ、コング、あのコングに対するあんたのねリアクションが薄かったってユッキーさんが言ってたけど、これめっちゃ喜んで、ユッキーさんの狙い通り、取らないから、取らないから、止まらないわ、やめられない、止まらない、褒め方ガム。いやー、よかった。もうあんた顔がさ、お、今もう頭の中ガムしか考えてなかったの。おっしゃったよ。なんか、無心みたいな。よかったね。こうやって抑えるといいわ。ねえ、兄ちゃんよかったね。今後、大事に大事に食べてこうね。たくさんあるから。わかったわ。3日に1回食べた。4ヶ月持つ。そんなに持つ？ 3 日に1回で。120日だそう。そっか。わお。一年食べてるかもしれない。一年食べてるかもね。私たちなかなかあんたにおやつあげないから。ケチ。賞味期限切れるわ。賞味期限ある？
書いてない。書いてないからない。あ、あるわ。2023年の7月1日。大丈夫。大丈夫。1年以上ある。1年以上。ゆっくり楽しもう。そうそう。ゆっくり楽しもう。嬉しそうだね。なんかコイラ見るとさ、あんた犬なんだなって思うよ。犬、オーブさん、犬よ。おいし。馬本だす。牛本だすよ。かわいいな。すごいな。耳の歯を持ってしてもこんなに時間がかかるの。ね。一応、脅威の集中力見せて。脅威、確かに、こんなに確かに。ほんとね、脅威の集中力だわ。満腹中枢が刺激されて、いい音。その場で食べれないと分かったらさ、だってこのソファいいもん。可愛かったね。そうそうそう。お気に入りのものがあるとすぐね、自分のテリトリーに持ってくるもんね。しっかりちゃんと噛んで食べないとダメだよ、あんた。プーするとき大変よ。だいぶ私の強力ないい3年と話したり。顔がなんかもう、目が。あんたそんなに噛んだら疲れるんじゃない？だからそんな噛まないもんね。ねえ、ほんとよね。私普段丸飲みしてるもんだから。ねえ、誰に似たのかね。お父さん早く行ってればお父さん。お、分解しは、だんだんバラバラになってきてる。すごい耳の歯の力です。すごい、ほどけた。あの、この食に対する執着心の凄さを見たよ。そうや、たまらない。噛めば噛むほど味が出てくる。牛とミルク、うまいわ。この組み合わせがまずいわけないじゃない。よかったね。ユキさん、ありがとうございます。ひたすら耳がもしゃもしゃする感じだったけど、急に終わった飲み込んだ。おしまい。飲み込んだでしょ。ちょっと、もうちょっと最後余韻を持って噛まないと。もうおしまいがする。もうおしまいだよ。まだある気がする。もうないよ。ちょっとここになんか。え、それ違うって耳持ち、え？そう？そうだった？わかんない。全然わかんないもんあげないで。何やってんの。名残惜しいね。で、あんたのね、よだれとね、もうその匂いだけだよ。ユッキーさん、ありがとう。私、今年はこの骨ガムで、ね、楽しく過ごすわ。いや、いいわ。成し遂げた感じ。ありがとう。美味しかったわ。なんかいいタイミングになってペロって言ってる。よかったね、耳ね。うん、あんたもさ、手がさ、見て、両手が濡れてんの、よだれで。
ごちそうさま。外名残惜しいらしい。よかったね。みーちゃん、お父さんの膝の上に乗ってるの。さあ、お父さん、なんか変なことしてるんじゃない？動きが怪しいわ。ね。その右手は。お父さん何してると思う？わからないわ。なんかでも脇の下に違和感があるような気がする。お父さんが何をしているかというと。ん？もうちょっとでわかるよ、みーちゃん。みーちゃんの体温が分かりました。38.4度。みーちゃん高熱だよ、大丈夫？ん？みーちゃんこんな高熱だったの、あんた何の茶番かしら。犬は体温が高いのよ、人間と一緒にしないで。今回一発で測れたね、これとね、うん、なんか前何回もさ、こうやってなかなかうまく測れなくてちょっと笑ったよね。38度4分もあるの大丈夫なの？フラフラしない？人間とは違う、どりであんたあったかいわけだね。38度4分あったら本当ちょうどいいよね、北海道に、うん、耳かゆ、低温やけどにもならないっていう感じのならないかね、38度。38度ならならないんじゃない？冬には耳飛行が欠かせないね。俺が乗せたわけじゃなくて勝手に乗ってきたんで、だからすごい主張して乗りたい。本当はね、この下後ろの隙間にお父さん乗せようと思ったのに前がいいって、絶対前がいいって、この安定感ですよ。安定感というか不安定感というか、不安定だけど、なんというかという感じ。どうしても俺の膝の上に乗りたいっていう、この甘えん坊な我が子のためにねえ。しかもお尻しか見せてないし。気にしないわ、さっき散々前から撮られた。思ったより近かった。